皆さんこんにちは、絶望フリースタイルフットボーラーのぶです。さあそれでは、790日目ネクロール連続10回挑戦ということで、今日もやっていきたいと思います。さあ今の課題としては、ボールを乗せました。乗せてからのネックロールがなかなかうまく成功しないということなんですよね。一つにはやっぱり力みすぎということがあるので、だとボールを真上に、ね、上げて いないですね。ボールがちょっとこう斜めに上にこう行っちゃうのでキャッチできなくなったりとかはしています。なのでそこのところですね、ボールを真上に上げるっていうことと力みすぎないっていうところをちょっと意識しながらやっていきたいと思います。さあそれでは始めていきます。よいしょ、じゃあちょっとこれでいきましょう。4回までは行きましたね。 OKOK、 ちゃんと力んでないし、ボールを真上に上げるっていう意識もあるし、いいと思います。さあでは次行きましょう。
1回でしたね。さあ、ということで、最後、9回でしたね。まあ、ちょっとね、途中こう、途切れちゃったというか、そのテンポよく行ってはないんですけど、まあ落とさないで9回ということで、まあ安定しましたね。うん、でやっぱりちょうどなんだろうな、いい感じで力まないで、で肩をちょっとクイッて上げてボールを離す瞬間にこの右の肩をちょっとクイッて少しね上げて調整して、そしたらやっぱりボールが真上に行くことができました。なのでまあここでね10回成功して、でこれでおしまいかっていうとちょっと完成度も低いしちょっとなって自分では思いました。なので、まあ、やっぱりねまだまだやりなさいよということなんだと思います。はい、でもね今日は結構力まないっていうのがポイントだったので、意識して、できましたので、まあ良かったかなと思います。でキャッチもね結構な確率で8割ぐらいの確率でキャッチもできるようになったので、まあ、このねキャッチのこの精度もちょっと上げていきたいなと思います。はい、ということで、今日はですねこれでおしまいしたいと思います。で、いつも言ってますが、まあ、この動画を見ていただいた方すべて、そして皆さんがやっぱり今日という日をね、素晴らしい日が素晴らしい日になるように、お祈りしておりますし、まあ今日という日をですねやっぱり生きたくても生きられなかった人のためにやっぱりね精一杯、頑張っていきたいかなと思います。はい、ということでありがとうございました。ではまた、次の配信でお会いしましょう。失礼します。ありがとうございました。